名盤ラジオ音楽酒場へようこそ。このコーナーは名盤ラジオと音楽家の津田直志さんが XA よしきを中心に広く音楽についてお酒を飲みながらいろいろと語っていきます。拓也です。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。おやすみなさい。 N ゾーでございます。こんにちは、津田直志です。よろしくお願いします。缶ビール5本目のアクアです。よろしくお願いします。今回もね、引き続きヒデックンはいないんですけど、アクアさんいらっしゃいますから、はい、よろしくお願いします。お願いします。の4人でね、ちょっとやっていきたいんですけど、いやもうこれ我々さっきまでライブ配信した後にこれまあ収録してますから、うん、ライブ配信で俺だいぶおとなしかったけどね。いやもうこっからね大活躍してもらって。あの聞いてる人は全然わかんないんだけどさ、これズームで撮ってんのよ。そうするとさ、N 像はさ、なんか N 像のところのさ、絵が可愛い女の子なのね。妖精のような怪しい感じの。これが N 像になっちゃうの、うん、俺の中で。可愛い顔した。いいじゃない。口を開くと、なんかいやらしいこと言うさ、なんかこのね、なんかこう必ずねじれてること言うさ、このみたいなさ。でも思い出すと、この女の子よりももっと、なんかルックスのいい、また背の高いいい男みたいな、ムカつくな。別にそんなねじれてること言ってねえし、俺は。素直なこと。言ってねえしのねえがねえし、ってねじれてる。素直なことしか言ってないんですよ。あ、でもそうだね。ね、俺さっきさ、さっきさ、俺のことをなんか言ってくれたら、めっちゃ感動して泣きそうなんだ。なんでこいつは俺のこと分かってる。最後最後で。いや、俺は別に津田さんのことは何も言ってないけどね。言ってたじゃん。俺のワイス語で俺が話してることに言ってたじゃん。あんたはね。あんま言ってない。あんま言ってない。ややこしい子だよ。お前黙るおい。何言い出したんだお前、おら。このおら。何がおらじゃこの野郎、おら。下品ですよ。なあ、ちょっと、津田さん。俺が言いたいのは、今回は X のことみんなで語ろうって、X って言われると、何 ?X だよ。X ジャパンで X だよ。みたいになってる。そうだよ。だからさ、津田さんはなんかさ、最近ちょっと上品でさ、うん、なんか、みんな愛だねとか言い出してさ。だって、俺は上品だよ。で、じゃあ、違うでしょ。もっと、俺は、って。X のプロデュースしてた人間がそんな上品なわけないんだよ。あら、おらっつって灰皿投げつけたり投げつけられたりするね、それが津田直志でしょ。下品ね、あなたたちじゃあ消えろこの野郎。あ、そう本性が出てきたじゃない。まあいいですよ。まあ N像用ですよ。ね、そんな、あれやこれやで。今回も、よしき X 雑談ってことで、もう、テーマそれだけですから。ざっくり。どういう会話なんだろうな。どこにでも行けますね。このね、2023年10月時点の、X、よしき雑談ってことで、どうしましょうかね。じゃあ、津田さんがヒデに、なんか津田さんロックが分かってねえんだとか言って、うん。ダンビンザバックとか分かんねえんだろうみたいな言われたわけでしょ。僕もものすごくX で好きなの、最初に好きになったの、スタンビンザバックなんですよ、僕は。うん。僕はもうロックが分かってるんですよ。津田さん分かってないじゃん。どういうこと。僕なんかね、そうだね、ロック分かってないかもな。なんでそんな可愛い子ちゃん。可愛い子ちゃん。可愛い子ちゃん。一瞬前まですごい殺すぞって言ってなかったし。どうしたんですか。どうしたんですか。どこ行ってきたんですか。おかしい、おかしい。ライブの時に、ほら、赤色灯っていうの、なんかほら、なんかパトカーとかの上についてるライトあるじゃん、うん、赤い。はい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 、あれを、そのスタッフの時だけ回すんだよね、うん、ライブとかね。俺はそれ見た時全部理解したね、本当はね。だから、
面白い話なのは、ヒデちゃんが灰皿投げて、さすがロック分かってないって時に、うん、そうだね、俺分かってないねっていうのは、どれだけ俺が、なんて愛情で生きてるかっていう証で、要するに、ヒデちゃんがこれを開いてくれたら嬉しいだけなのね。だから、一般的に言う、今の時代風に言うと、ひろゆき風に言ったら、俺は、俺分かってるってことになっちゃうんだけど、どういうことって議論になっちゃうの、ヒデちゃんと。つまり、精神的に俺結構分かってるよとかね。例えば、俺、エクゾの前の年に、エレファントカシマス見つけてるんだよって。だから俺、ロック分かってるってなっちゃうんだけど、でもね、なんかね、そういう、ひろゆき的なね、議論じゃないのよ、大事なのは。ヒデちゃんがそう言った瞬間に、そうだね、分かってないね。要するに、ヒデちゃんが分かってないって言ったのに寄り添うのが大事なの。ヒデちゃんから見れば、津田さん分かってねえやっていうのは、ヒデちゃんが言いたかったのは、津田さん、俺と同じ、ロックが分かる人間でいてねなのよ。だから分かってねえよじゃなくて、分かってる人間でいてね。で、その、あげくは、そう、灰皿なきゃ泣くのよ、ヒデちゃんが。だから、そこに、もっと、僕たちのこと分かってくれる人間だよね。そうでいてね、なのよ。そこが、そこがいい会話なのよ。そうなんですよ。そこなのよ。だから、それ分かるから、俺は、そうだね、分かってないね、これから頑張るよっていう、いい話やん。そうなんですよ。あれってすごく、ヒデ、の、なんか、もっと分かってよっていうことだった。そうなんですよね。そうなの。うん、やっぱりほら、映像分かってくれちゃう。あんたよく分かってる、ね。あれは本当ね、あのエピソード聞いた時から、それはすごい思ってて。うん、そうなんだ。ヒデはあれで、その津田さんがロック分かってねえよとは思ってなくて、うん、こいつ分かってんだけど、もっと分かってくれるじゃんっていう。そう。うん。で、もっと分かってよっていう、そういう、感情が出ただけだと思うんですよね。そう。それが俺嬉しかった。そう。だからそれが津田さんもわかるから、うん、あ、これでヒデちゃんと心が通じ合ったんだっていう。そう。うん。そういうことですよね。そうなんだよね。うん。結局、江ノ沢は深いところわかってくれてるんだよ。わかる人間だから、うん、わざと悪いこと言っちゃうんだよ。なんじゃねえよ。悪いこと言っちゃうんですね。こいつに。ヒデ。で、なんだっけ、なんかさ、なんだっけ、なんだっけ、こうやって、俺とで、こういう話をね。ああ、そう。はい。これでいいんだ。全然。じゃあ、そろそろ、アクちゃんがこう出さないと、なんか、面白いネタを。そうですね。アクアさんが、アクちゃんを出さないと、ほら。X ですよね。ヒデちゃんの話題が出たんですよね。いや、全然。津田さんは、その93年で X ね、売買した後に、そのヒデちゃんとかと、個人的なつながりがあったわけじゃないですか。あったね。うん。その時、なんか、X の話題とかって、温度感的にはどんな感じだったんですか？何度？それ言えないよ、だって。めちゃくちゃ深いところに行きたい。じゃあ、やめましょう。今の話題はしなかったことにして。あったよ。俺はもうなんか、もうダイレクト聞いたよ。本当ですか？何度何分くらいの、あれですか？温度感ですか？温度っていうか、だから、全然、その一緒にやった頃と同じ状態で、俺になんか、ヒデちゃんなりのなんか、なんていうのかな、不満っていうか、今の状況をもっとこういうふうにしたいんだ、みたい。ま、何なの？そこの時点でヒデってその X をどういうふうにしたいというか、その津田さんに持ちかけた相談みたいな。簡単な相談なんかしてない。そんな弱くない。そうじゃなくて、うん、要するに、まあみんなが知ってるヒデだよ。小文字のヒデがやってることのさ、ジルジ含めてすごいあるじゃん。そういう勢いでやっていきたいんだっていう。うん、あ、X をってこと。そうよ。ああ、なるほどな。これ普通に言ってたよ。うん、ヒデちゃんは、よっちゃんの手形について、手形、足形についてどう思ってますかね、津田さん。ヒデちゃんがヒデちゃん。ちょっと俺ヒデちゃんじゃないかわかんない。そう、あ、いいっすね。その、ここでその、俺はヒデちゃんじゃないからわかんないよっていうのが俺はすげえ好きで。そうだね。これさっきの、さっきのあれで。正直だよな。想像では話さないし。もう、でも、それ、これが津田さんですよね。津田直しですよね。そうですよ。そうです。もうちょっとそんな曖昧なんじゃダメだよ。もうちょっとね。確固たるものでいかないといけない。
なんでその時代を攻めてしまったかっていうと、僕は、その、うん、やっぱり手形、足形の、その、一番初期に YOSHIKI は苦労したっていうところをちょっとフォーカスしたいなと思うんですよね。ああ、ハリウッドに来て。ハリウッドに来て。何も、なんか英語の反省ない日本人が、まあ夢をつかむみたいなストーリーではあるんですけど、うん、でも、そこと、その X がこう、なんていうんですかね、こう、X ジャパンとしてね、こうね、ラストライブに向かっていく過程じゃないですか、でもね。うん、だから、どっちなん、それをヒデがどう見守ってたのかな、みたいなことになると絶対津田さん言えないから、ちょっとしくったな、とは僕は思ってるんですけど。そう。なんだろうな、俺なんかもう、そういう話をされたら困るの。必ず俺はもう、必ず同じ話になっちゃうの。そうすると多分ね、ぶつかるんですよ、一部の人と。それは何かっていうと、その、93年以降ってことは、俺は離れてる。でも、うんうん、逆にその、俺が離れたあたりから、YOSHIKIは本格的に海外進出を始めてるんですよ。はいはい。なるほどね。で、始めて、やっぱり、なんていうかな。日本でどんなに売れてても、その LA 中心としたアメリカでは無名じゃないですか。はいはい。で、その時に YOSHIKI はどうしたかっていうと、もうずっとアメリカに永住しながらやるんだって腹を決めて戦い始めるわけじゃないですか。はいはい。で、一瞬にして時が飛んで今ですよ。そのね、3カ所のすごいところで、YOSHIKI クラシカル、これから、ね、もう一個ロンドンも終わったって。で、この今の YOSHIKI の状態とか、足形手形とか含めて、みんな称賛するんだけど、だからその、YOSHIKI がどれだけの気持ちでやってたかっていう、どんだけ不屈の精神でここまでやってたか、で、Under the Sky でやってる X Japan の曲とか、じゃあ、その YOSHIKI って何なのって時、YOSHIKI は X Japan ってなった時に、俺絶対ね、絶対に誰ができるんだって言いたいんですよ。その。でも、YOSHIKIは絶対に言わないんですよ。自分は自分の勝手でやってるだけだって。でも、誰もできないことをやって、今 X Japan として胸を張って、YOSHIKIが X Japan をみんなに見せてるっていう時に、誰が文句を言うのって。YOSHIKIに、X Japan っていうバンドにおける YOSHIKI に対して YOSHIKI はよくリーダーとして僕はダメだからねって言うけど、ダメだっていう人間の顔を見たいんですよ、うん、何をダメだと言ってるのか分かんないですよ、俺にはね。だからそれは僕が偏っていると分かってる。それは X の頃から YOSHIKI を見つめていた人間だから偏ってるんだと思うんですよ。 X の頃から見ているから偏ってるんですよ、うん、X Japan 自体が欠けてるから。意味わかります？すごいやばいこと言ってんだけど、俺は X の頃から見てます。1987年の終わりから X を見ていて、うんうんうん、今の X ジャパンっていうのを見たときに、どんだけ YOSHIKI が頑張ったかを分かってほしいって俺言っちゃうんですよ。うんうん、でも多分、X ジャパンになってから何年かのことを見ている人に怒られるんですよ、いつも。うん、そんなに YOSHIKI 頑張ってる。って言われてもっていう。え、でも俺には分かんないですよ。だって、じゃ、誰ができるの？で、YOSHIKIがどれだけ頑張ったのって。それ、え、じゃあさ、なんかその、で、YOSHIKIは必ず、ごめんね、僕はリーダーとしてダメだからって言うけど、そんなことを YOSHIKIに言わせないでほしいと思うわけ、俺は。うん、だから、誰かできる人が言うんだったら分かるけど、私はできないけど YOSHIKIを責めるって、なんなのって。じゃあ、X ジャパンのために YOSHIKI が今でやったっていうことがどれだけか分かってんの？それがダメなの？何もやってないの？って言いたいです。俺は日本人としてはありえないぐらいのことやってんすよ、YOSHIKIは。それ全部 X ジャパンに向けてやってんじゃん。で、文句言われても YOSHIKI は僕はリーダーとしてダメだって、なんでそんなこと言わせんの？って俺はおかしいの。俺は分かんない。だからアクちゃん言ってんなら俺がどこか間違ってんの？俺はどうせ X ジャパンの前の X から見てるからこうやってずれるんだよね。で、まあまあ、俺はメンバーじゃないし、X ジャパンの一部をちゃんとわからない人間だから言うんだよね。俺は間違えてる。でも、俺は納得しない。誰にどう言われようと、
その、X ジャパンのためによしきがやってきたことに対して、誰が文句言えるのか、わからないっていう俺に対して、俺が納得したこと一回もない。なんなのって思うけど、ダメなの。それはめちゃくちゃ思いますよね。うん、X ジャパン、X について、やっぱ始めたのはよしきだし、だからそこについてもうずーっと一番向き合ってるのはよしきだと思うんですよね。だそこに対してなんか、割となんかね、どうだこうだ言う人はいるけど、でもよしき以上にあのバンドに対して向き合ってる人っていないじゃんって思うし、そこになんか、外野がこう、どうこう、言えんのかみたいなのは思いますけどね。そうですね。うん。当時もそうだし、今もそうですよね、それは。そうですね。絶対そうなるじゃん。そういうふうに、よしきも X 見てた人はそうなるのに、でも、何かその、言葉を浴びせられた時、よしきはそうだね、ごめんねって言うんだよ。なんでなの、リーダーとしてダメだねって、なんでそこまでよしきに言わせるの、よしきはなんでそれを言えるの、なんか、絶対に傷つけないっていうふうに言ってるわけじゃん。要するに、外欲じゃないことが明らかになって、じゃあ、みんなよしきありがとうねって、なんで言えないの、なんでそこでよしき責めるの、俺もう全然わかんないんですけど、それだ、逆に今日の番組は申し訳ないけど、俺を誰か納得させて、俺が間違ってるって誰か証明してよ。そんなに、どこの、ヨシキのどこがいけないの？俺はもう納得できないんですけど。で、それは、津田さんはヨシキさんのこと好きなんですね。X 全体じゃなくて、あなた偏ってますよって、論破してください、誰か。っていう話です、俺が言いたい。なんかすごいコメディアってなってないですかこれ。やばいやばい。ごめんごめんごめん。すごいな。頭のおかしいやつを面白いですよ、ね、番組に登場させたらダメだよ。いや、ちょっとアクアさんとアクアさん。いや、なんか損するの津田さんだけなんで、このままぜひ行った方がいいかなって思うのと、津田さんがどうリカバーしていくのかなっていう、その二つの観点で僕はちょっと注目して。だからもうその時点でアクちゃんで言ってるのか俺はもうわからないね。損するって何損するって。俺は何を損すんの？俺人生の中でなんで俺が損すんのよ。俺わかんないよ、それは。俺バカなのかな？何を損なの？何が損で何が得なのよ。いいですね。いや、俺わかんない。ごめん、ごめん、俺わかんない。本当にそういうの嫌なのよ。その損するとか得するとか。俺家で生きてない。俺愛で生きてんだよ。わかんないのよ、その損するって。何なの？はいはい。で、じゃあ、アクちゃん、これはさ、友人としてちゃんと言って。だから、要するに、津田さん、でもこれで損しますね。で、いつもの得意のさ、論理的に言ってよ。俺を叱ってよ。言って。何損するの？金額で言って、何十万円損して、津田直しの何の数がいくつかって、言ってよ。得意じゃん、あんた、はいはいはい。俺のさっきの発言で何を損するのよ、アクちゃん。なるほどね。簡単に言うと。単純に津田さん、津田さんが、津田さんが、アンチと戦ってるみたいな想定で大丈夫ですか、津田さん。アンチと戦ってる。アンチが何だか俺知らないっすよ。どこにアンチがいるか分かんないっすよ。俺が聞いてんのは、ヨシキのこういう努力とかっていうのが、俺がね、さっきから言ってるヨシキの努力っていうのに対して、どう文句をつけるのかって聞いてるの。で、なんでそこでアンチが出てくるので、なんか津田さんがアンチと戦った結果、津田さんがなんかそういう戦いをしてるみたいな感じだと思って値段をつけようと思ったんですけど、完全にそういうことでもないってことですか？もっとじゃあポジティブオンリーでいけるにもかかわらず、残直しは一旦ネガティブからスタートしたってことですか？いや、でも文句をつけてる人がいるっていうことだから、それがイコールアンチじゃないんですか、今の話は。そうですよね。なんか若干アンチ臭を感じたんで、アンチと戦うと良いことないですよくらいなところからの値段を算定しようかと思った次第でございますけども、そういうことでもないですか？一旦冷静になりましょうか。そうかもって。そうだ。やばい。なんだっけこれ。何に対して俺怒ってるんだっけ。そういう。あん、
アンチじゃなかったですか。アンチであれば、あの、アンチとの戦いみたいなとこ。文句を言う人たちに対してですよね。そうですね。ああ、ね、分かった分かった。俺はアンチっていうカタカナのアンチが、アンチっていう言葉が苦手なんですよ、なんか。アンチが嫌い。アンチってことだ。アンチっていう言葉も、俺がいつも嫌いな、一個にしちゃってるのが嫌なんですよ。うん、集団にしちゃうでしょ、なんか。名称でくくるでしょ。俺嫌なんですよ、なんか。俺がいつもヨシキとか X って話すけど、X だったら俺の時代は5人のメンバーがいて、5人ヨシキだとヨシキって一人って明確にできるから話せるんだけど、大雑把なものくくるのか俺ダメなんですよ。苦手なんですよ。うん、例えば俺はね、11月までのサソリだ。サソリのやつってさって言われると、ぶん殴りたくなるんですよ。一緒にすんなよ、みたいな、うん。俺は俺なんだよ、と思うわけ。だから俺はヨシキっての話をするときは、ヨシキは俺は全部、ヨシキ、知ってるヨシキを全部話す。でも、大雑把に言われたら頭にくんだよ。なんかその、大雑把にいろんな違うのまで一個に言うっていう、なんか、なんていうの、おっさんみたいな言い方が大嫌い。なんか、何でも同じにするみたいな。うん、嫌いなんだよね。だからアンチだって、アンチってわかんない。誰何が文句あるのって感じになっちゃうから、アンチっていう言葉が好きじゃないんだけど。でも、ヨシキは謝ってんだよ。僕はリーダーとしてダメだねって。ってことは、ヨシキをいじめた奴が誰かいるわけでしょ？何に文句言ってんのってなるわけよ。うん、だから、まあ、言ってしまえばアンチなかもしれないけど、その、一人一人顔出して俺と差しで勝負したいって感じ？なんか。うん。そう、勝負を挑まれた感じですか？挑んでる感じですか？いや、挑まれた感じ。挑まれた感じですよね、やっぱり。だって別に関係なく生きていきたいけど、はい。ヨシキが困ってるって聞くと頭に来るの。誰が文句言ってんのみたいなさ、うん。じゃあ分かりました。津田直しの貴重な2時間を奪ったってことで、あの、5万円の損失になりました、津田さん。もう数字はいいからさ、話を聞きたいよ、ね。ちょっと俺バッテリーがやばいから、津田から N 字を助けて。何何言い出したの津田さんがどう損するのかっていう話？違いましたね。どう損するのか。どう損するのか。え、何？どういう話？今全員一致しないっていう一致を得ましたね。そうですね。うん。いや、俺が一個だけ N 蔵と共感するところは、はいはい。なんか頭がいい人、論理的には叶わないんだけど、ただ俺が言いたいことあるんだよって、いろいろ破綻あるかもしれねえけどっていう演奏のところが好きなの。俺も同じ生き方してるのね。なんか、いずめで言われるといろいろ誤差がある。俺はさ、あの、数学とか算数が苦手なんだけど、4.1 っていう答えを、だいたい4でしょって言ったら、答えが違うっていうのは頭にくるの。だいたい4でいいじゃんみたいな。はい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 、もうそれ大嫌いなんだけど、人間の感情とか人間そのものって大体そんなもんじゃん。うん、だから、俺は N 蔵とすごい共感するの。大体そういう感じなの。で、それをさ、なんかリズムで 4.1 ということは4じゃないですよ、津田さん。不正解ですって言われると、ぶっ殺したくなるんだよ。で、そういうことで言うと、もう分かりやすく言うとさ、ヨシキがこうやって頑張ってる時に平気でさ、X ジャパンどうのこうのでさ、ヨシキはどうのこうのって、お前さ、X ジャパン関係のことで、ヨシキに文句言って、どの面下げて言ってんだよって俺は思っちゃうわけ。それ誰か論破してって言ってるだけの話で演奏助けて。ああ僕は結構リズムでぶっ潰してやる。思ってましたけど。裏切り者の回。リズムでぶっ潰してやろうと思ってますけど。どうするだってもうじゃあ俺と同じような状態の気持ちになったら、演奏だったらなんて言うそのだヨシキを責めるみたいなことです。そうそうそう。X ジャパンに関してヨシキさーって言われた瞬間に俺はムカッとくるわけ。じゃあそこに反論するとしたらですか。うんうん、そう。そのやっぱその反そのヨシキがさーっていう人はなんか、うん、ほぼほぼなんか推測とあとてめえの思い込みでばっか話してて。好きだね、こういうの。だから客観的な事実に基づいて見ましょうよと、割と思うんですよね。で、わかんない部分はわかんないと。だ今の X で
ったら、そのトシとヨシキの間に何があったかって僕わかんないんで、だそこはもうわかんないって言うしかないんですよね。うん、俺も何言ってるかわかんなくなってきた。だそのなんかさ、そこでヨシキがさ、金ばっかりでさ、トシを使い潰してたっていう、なんかそれはなんかそこってお前わかってんのって思うし、そのすごいヨシキを否定することでしかなんかトシを正当化することができないっていうのは、それはファンじゃねえよなと思うし、いやトシってそこまで弱くないと思うんだよなみたいな、すごい、そこはすごい思うんですよね。そういう言い方をするやつはファンじゃねえなと僕は思うし。トシはトシですごく、今のトシをすごく受け入れてる人は別に、いいんじゃないと思うんだけど、その様式を否定することでトシを正当化するやつみたいなのはなんか、お前筋が通ってねえだろうと思っちゃうんですけどね。別に、今のトシはトシでさ、ってやってんだからって。本当にそうだよね。でも、俺ね、俺がさっき発言したら損するって、アクちゃんが言ったのは まさにそのことで、今の映像の、話もやばいんですよ。つまり、差し障りないことを言ってないと絶対に返り討ちに遭うっていうのが今の時代みたいな。だから、映像も俺も、アクちゃん的には NG なんですよ。絶対言うなと。絶対言っちゃいかない。だったら、黙っているようなんですよ。ただ、その通り、アクちゃんの言うことは正しい。で、俺はなんで言っちゃうのかっていうと、たった一個なんですよ。それは、ヨシキは言わないでしょってアクちゃん言うんだよ。ヨシキは言わないから俺は言うんですよ。要するに、俺はどうでもいいんですよ。俺なんか、アクちゃんからすると、津田直しが下がるし、津田直しは損した。津田直しにネガティブが起きる。でもね、俺 X のメンバーじゃないし、X 何も今できてないんですよ。だから、俺にとって関係ないのよ、そんなことは。問題は、ヨシキなんですよ。そうしたとき、俺が何発言しても、ヨシキに迷惑かかんないんですよ。だったら、俺なんかどうでもいいんですよ。アクちゃんは多分、多少なりともわかんないけど、多少は俺のことを考えてくれてるから言うんだろうけど、関係なくない？俺なんて。昔の人ですよ。関係ないよ。でも、俺ははっきり言うけど、その、ヨシキが言えないのは、みんなのことを全部守って考えてるからでしょ。でも、ヨシキのことを思ってる人は許せないですよ、絶対。ヨシキのことを悪く言うのはおかしいと思う。フェアじゃないと思う。その時にヨシキに合わせたら、ヨシキと同じように言えない。でも、ヨシキはみんなのことを考えて自分のことだから言えないですよ。だから俺はヨシキが自分で言えないことは俺は言いたいです。でも、過激なことなんか何も言ってない。俺は人のこと否定しないから。そうじゃなくて、ヨシキが頑張っていて今までやってきたことを誰が否定できるんですかしか言ってないんですよ。だから、それだけ俺いつも聞きたいのは、ヨシキが今まで頑張ってきたこと、これ誰、あなたは否定できるんですか？否定できますよ。じゃあ聞きたいだけだ。多分できないですよ。じゃあ誰かを否定してない。俺一切否定してないですよ。僕は人のこと否定するの大嫌いだから、しないですよ。っていうことすら危ないってアクちゃん言うの。なんでかっていうと、そういうこと言うとマイナスが起きる。そんな俺、どんだけマイナスがあってもいいよ。だって俺 X のメンバーじゃないし。で、そのぐらい俺に言わせてっていうか、だって俺がそれ言わなかったら誰が言うのっていうさ。全部、ヨシキが全部やったら無理でしょう、だって。だから、なんていうのかな、いくらでも言うよ。っていうふうに思うんだけど、俺の今の発言が、アクちゃんの要請によって削除されて、これが世に出ないかもしれない。これがすごい興味がある。俺のどこがいけないのか分からないんですよ。でも、アクちゃんからすると、全然いいですよ。それは言ってることは正しいし、全然津田さんがいいんだったらいいと思う。ただ、こういうことを言うことで、ヨシキの言ってること、ここが違いますって。もちろん違うんです。だって当たり前だよ、だって。ヨシキは、その通り、その、俺が言うようなこと、ヨシキは絶対言っちゃいけないんですよ、だって。でも、みんながヨシキと同じになったら、ヨシキのこと守れないと俺は思うんですよ。少なくとも俺は X やってる時、そういう風にやってましたよ。メンバーの言う通りじゃないから、メンバーのこと守れると思ってやってたよ。だから俺がどのぐらい間違ったのかわかんない。
それが知りたいの。別にアクちゃんって、アクちゃんは分かりやすく例に出しただけで、誰でもいいんですよ。スタナースでこんなにガンですよって言ってくださいよ。そしたら頭丸めても消えますから、X 海外から。うん。あ、3人に笑われた。いや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 。僕まだ笑ってるんで 2.2 くらいにするんですよ。どうですか赤川さん。赤川さんどうですか。いやーいや、津田さんの覚悟と、津田さんが、津田さんの正しさは分かってるんですよ、まず。うん、で、結果として、ゴールですよね。だから結果として、それが、津田さんの気持ち悪さが減るみたいなところになっちゃうと、結局、そのサイズになっちゃうじゃないですか。割と、もっとこう、世の中ってバカじゃないですか。うん。なので、そこの津田直しのこう、なんていうか、尊さ、正しさみたいなやつのスケールと比べて、こう、世の中ってもっと、なんか、ちっぽけで、数が多いじゃないですか。なので、損だよねって、うん。じゃあ、損でいいよ。じゃあ、損でいいよ。どうせ俺は俺でしか生きらないからいいよ。なので、いや、なので別に、だからそこくらいじゃないですか。だから、そうなると。うん、まあ、あんまりもうなんか、販売機会を失うとか、うん、なんかこう。まあ、別に、その、どの方面にも別にいい面しなくていいじゃんと思う、うん、っていうか。そう。うんまず、でも、津田さん、その、アンチ、対アンチに対して、どうなんですか？だから、アンチっていう言葉嫌いが、アンチなんて俺なんかないんだって、そんな。そんな大雑把なの知らねえよ。津田直しにとって、不快感を覚える言葉を吐き出す、ツイッターユーザーとか、どう思ってるんですか、津田さんのこと。津田さんは、その人たちのこと。津田さんのことを否定してる人たちってことですか、うん、そう、うん。そうですよ。津田さんに悪い言葉を吐く、うん人たちのことを津田さんどう思ってるんですか？全部そのまま無視してる。で、簡単な話で、俺戦ってもいないってことですよ。当たり前です。だって僕のこと分かってないんだから、だって分かってない人と会話できないよ。はい、だから無視で。だって絶対分かってないもん。うん、分かってない人と分かってる前提で会話できないから、全部無視で。全部スルーよ、俺は。なんか、今僕は、前提を間違ってました。うん、そういう人たちに対する、防衛行動のことを指してるのだと思ってました、津田さん。全然。俺はもう全く無視ですよ。無視っていうか、完全にスルーです。そこはスルーなんですね。じゃあ、それはアンチ、うん、アンチじゃないですよ、津田さん。全然アンチにもなってないです。うん。俺はスルーです。だって、存在しないです。だって。でも、津田さんは、そのちょっと僕の言うアンチから、津田さんのグラデーションを経て、津田直しの、こう、ちょっと伝えたい、分からせたい、みたいなゾーンがあるってことですよね。うん。さっき言ってた対象ってことですよね。うん、そうですよね。津田、そう、お前らは分かる人間なんだから、うん、津田直しの声を聞いて分かれ、みたいな、アンチ、僕の言ってたアンチと違う、人種がいるわけですよね。そうなのかな。俺関係関係ない。自分に来るかどうかじゃないよ。これはでもよしきはリーダーとして失格だっていう人は、うん、そうだから自分じゃないよ。アンチじゃないと。自分じゃないよ。要するによしきに対してそういう人がいるっていうのが意味が分かんないから、じゃあ俺に向かってみっていう。要するによしきに向かってる人に俺に向かってみって言ってるだけなの。俺になんか誰も来ないよ。え、でも、津田さん生きてるアンチは無視してるんですよね、まず一旦。僕に来るアンチだと関係ないじゃん。俺に関心があったり、俺のこと分かってないからどうでもいいのよ。ヨシキに対して向かってる人に、ヨシキのこと本当分かってんのって聞きたいんだって言ってるだけで、俺さっきからずっと。僕の認識としてはそれも同等なので、同様に無視で良くないですかみたいな気持ち。中身は多分一緒。だと思う。違うの。俺が言ってんのは、自分に向かってるのか、俺は無視できるからいいの。ヨシキに向かってるとき、ヨシキにネガティブを与えたら、向かうムカつくってだけ。要するに、俺のことじゃなくて、ヨシキに対する愛情なの。要するに、ヨシキに対して何か機会を与えたら頭に来るってだけなの。
あ、それは、それは、そこは理解できますよ、うん。当然、それはそうですよ。でも、同じ人たちです、多分。で、我々だって、この、なんだこのアカウントは、みたいなやつをリストアップして、20個くらいミュートすると、あれ、綺麗になっちゃったな、みたいな世界じゃないですか、一旦。全然知らないよ。その、やったことない。わかんないよ。そうだ。石原慎太郎みたいな言い方になるけど、どうでもいいよ。それは俺の答えに答えてくれよ。俺の質問に。ですよ、今。僕からしたら、津田さん、同様に20個ミュートすれば、ヨシキに向いてる、あの、矢印も見えなくなりますよ。めんどくさい。めんどくさいよ。あれ。だって、だおかしくないか？なんか自分のことはさておいて人のことを公言してるって、お前さ、どの面下げて言えんだよって言いたいわけ。ヨシキに攻撃してる人に。だって、津田直しに、あの、攻撃してる人は無視するんですよね。しっかりミュートなり、できるわけですよね。全然。それと同じ人がヨシキに向かって悪いこと言ってるだけなんで、同様に無視じゃダメなんですかっていう話ですよ、さ。だからそういう議論が俺一番苦手な。なんかその論理的に整っていくと、俺の原始的な気持ちがどっか行っちゃうわけ。いや、ムカつくはムカつきますよ。それはムカつきますよ。僕だってムカつくからリストアップして、こういう、このアカウントは絶対呪ってやるって思ってますけど。でもそれ対処じゃん。え？対処じゃん、それ。ねえ、N ゾ助けてよ。なんで助すことわかる。要するに。なんで対処とかにそんなロジカルな変動を。うまく対処してないですよ。もっとムカつくとかなんか。俺が言ってるのは、俺がこう言うことに意味があると思って言ってんの。はい、要するに、ヨシキっていう人間のことを語ることになってんの。なんでそれがわかんないの？なんでこういう話になっちゃうの？わかりました。俺が言ってるのは、俺がこういうふうに激しく言うことで煽りながら結局、ヨシキみたいに努力してる人が本当に滅多にいない中やってるから XJAPAN っていうのは世界に広がってんだねっていうことをただ伝えるために言ってんじゃんって。ああ、なるほど。アンチに対して向かってるような言い方をしながらそれを言ってるわけじゃん。それは俺が X をやってた、担当してた頃からやってることと同じことなのよ。何にも変わってないわけよ、俺。30年前からやり方が。ただあの頃はちゃんと業務として今は自由にやってるだけなの。何も変わってないね。それ何が悪いのか分かんないって。で、それが損するって、って、損するの承知でやってて、これが俺の生き方じゃんっていう話なの、うん。でも、アクちゃんは俺のこと思ってくれてんだろうから分からなくなるわけよ。そじゃあやっぱ、ダメなこと。いや、だから津田さんのちょっと抽象的な部分と具体的な部分で、それは差異が発生しているって話なんで、全然意味わかんなかった、今。なので、結局だから今言った話、僕らって言い方変ですけど、これに関しては、アンチですと。ヨシキに対するアンチと津田さんに対するアンチは同じなので、津田さんはそうしますよって言ってるんですが、津田さんはヨシキに対するアンチは許せない。津田直しに対するアンチは、別にもう無視するだけだ。そこの差ですよって言ってるだけです。俺はどっちもどうでもいいよ。ただ、ヨシキに対する悪意は許せないって話じゃないですか。津田さん。違うの。悪意が許せないじゃなくて、バカじゃないっていうことで、ヨシキがやってきたことをみんなに明確にしたくなる。っていうだけなの、うん、それは分かる。それがなんで分かんないの？分かるけど、まあそれは、その、まあこれを聞いてる人には伝わるけど、その本人に対してそれを伝えようとするのは不毛ですっていうのが多分いい、赤川さんも言いたいこと。それいいと思う。不毛でいいと思う。不毛でいいと思う。そんなのこと分かってるよ。はい、不毛でいいよ。ですよね。不毛でいいって分かってるから自分に対して無視するっていうのを、アクちゃんが矛盾として捉えてるんだけど、そんなのも分かってるよ、うんうん。それが言いたくて今言ったのよ。うん、うん。それは分かります、ね。物語みたいなもんだって言ってるわけよ。はいはいはい、それを俺は、その30年前同じことやってたっていう、うん。要するに歌謡ロックバンドって言われた時にやってたっていう。うんうん。いや、それは、また二つ軸があって、それは津田さんの時代の津田さんの戦い方としては正しいと思いますよ。で、インターネットのこのツイッターのゴミみたいな人たちに向かって、それをやるのは相当おかしな話っていう話です。でもそれは俺は守れて言ってくれてるんだけど、じゃあ俺やった？やってないじゃん。そこまでバカじゃない。で、今ここで話してるのは何でかってわかるでしょ？うん。だからそれは俺はそんなバカじゃないってこと。そこではそんなことしないけど、じゃあこんな、じゃあなんでこれ喋ってるのって俺の、要するに表現なのよ。うん。でもこの表現も多分俺の中でやっぱり作品みたいなもんなの。で、逆に言うとこういう、あの音楽酒場っていう場を借りてやってる表現なのよ。一種の。うん、
あくちゃんの言う通り、あくちゃんはそんなに津田さんバカじゃないよ。いや、バカなことやってないね。うん、そんなことやってない、やらないね。じゃあなんで吠えるのって、あくちゃん不思議に思うことですけど、それが表現なんだよ、これ。ここに意味があると分かってん、うん、それがメディアを持ってるって力って分かってん、分かりました、うん。俺は本当は N 蔵が、なんかその、生でやりながら、その時になんか、お前らなんてこういうこと言うって、喧嘩売るようなこと言ってって、危ないなって言いながら結局言うっていうのも同じことやってると思ってて、分かってんねん、N 蔵もね。嫌われるかもしれないし、その、今言ったら攻撃されたと思って怒るかもしれない。すごく辛くなるかもしれない。でも、それは表現なんだよね。わかるわかるよ、その姿勢。で、それはロックンローラーと同じなの。なんで髪の毛立ててさ、それでやってるのバカじゃないって。で、それ表現なの。要するに、俺がやってることも N 蔵がやってることも結局はロックなの。ロックミュージシャンの、その姿勢なの。で、俺はロックを分かってないってヒデちゃん言われたけど、ずっと俺はロックを続けてんのよ。うん、でも、あたかも早稲田大学卒業して、なんか論理的なことで、ソニーミュージックで仕事をして、で、今もなんか物書いてたりとか、なんか、なんかこう、YouTube でやってますね、みたいに思われると、バカじゃないと思われるかもしれない。申し訳ないけど、ずっとロックンローラーなのよ。そのロックンローラーから見たときに、X ってすげえのよ。X っていうバンドと、YOSHIKIの生き様すげえのよ。ロックをやってる人間からするとすげえのよ。だからすげえって。すげえから、ヨシキのすげえさっていうのをやってんだよっていうさ、もうシンプルなの。どうせに不良なんで、どうせ社会の外れもんですよ。でも社会の外れもんは X 好きなんですよ。ヨシキ好きなんですよっていう、そういう、そんだけの話なんです。なんか、こんなどうでもいいクソ親父をよく拓也さんはちゃんと一緒に番組やってくれてるんだと思うけど、しょうがないよ。クズなんですよ、俺は。いや。もうさ、クズですよ。なんか、津田さんも僕らの知らないところでなんか攻撃受けてんのかなと思って心配していたんですけど、それがないっていうことが分かって僕は良かったなと思うんですけど、ヨシキを攻撃 してる人が許せないっていうんだったら、それは、どうするべきかなっていう感じくらいな感じですけど、津田さん。ダメに相当攻撃が増えてるらしいよ、俺は。俺は。津田さんに。いや、俺すごい来てるらしいんだけど、イーロンマスクのおかげで全部助かったの。え？なんでかっていうと、俺、結構俺のことをウォッチしてくれてる人間がいるんで、見てて、結構血相変えてくるんですよ。うん、でも、俺はもう、それを見ないって、見ないからねって言ったら全部、じゃあ、黙ってるって。それイーロンマスクのおかげで見ないで済んでるんで。だから結構俺も増えてるらしいよ。でもいいや。イーロンマスクのタイミングでそれが俺が見られて済むようになったっていうのはイーロンマスク、まあ俺の人生やっぱ間違ってないなって。で、そういう時にイーロンマスクは俺も守ってくれたんだと思って、すっごいタイミングだな。なるほど。ちょうど、要するに、ツイッターで言うとフォロワーが7000人から8000人ぐらいに推移するタイミングでイーロンマスク登場したら、今、もうすぐで1万なんだけど、その2000ぐらい増える間に、俺は、それまで、そういうネガティブが俺に全然来ないツイッターなんで、って周りに言ってたの。ニコ玉でも言ってたの。うん、ただ、その8000から、こう上、数字が上がる推移する段階で、めっちゃ増えてたらしいんだけど、ちょうどそこでイーロンマスクが来てくれたから、全く僕に見えない状態なの、今のところ。うん、だから、そのおかげで俺は、未だに、俺のフォロワーには嫌な人いないし、俺の、ツイッターに関しては問題ないんだよねって言い続けたの。でもそれを見てくれてるスタッフは、本当はやばいんですよって。うん、だから、イーロンマスクのおかげなの。俺見てないの。1ミリも見てないの。なるほど。うん。助かった。守られた。だからそういうの全部、本当にシビアにな状態を分かってる、要するにプロフェッショナルな現場で、そっちの世界にいるアクちゃんは、いやー、津田直島やばいなと思って多分見てね、うん、心配してくれてんのか、やべえな、こいつって思ってるのか分かんないけど、で、やばいな、何の天気なこと言ってんのと思ってるのかもしれないけど、たまたまカバーされてて見てないんですよ。うん、だいぶ津田さんが、特になんか思ってないだったら大丈夫だと思います。もうちょっと、あれじゃないですか、津田さん、もうちょっと、こう、X について、民が分かるような話をした方がいいような気がしました、今。こっからこの回を軌道修正すると。そうですね。
そうですね。こっから。いったら大丈夫。津田さんが、問題を抱えてないんであれば、一旦大丈夫です。いや、ヨシキに対する怒りはごもっともなんで、津田さん。ヨシキに対する怒りじゃなくて、ヨシキへの振り返りに対する怒りね。ヨシキに対する、それ、もう、それを原動力に津田さんはワイスゴをやってるわけじゃないですか。それでみんな、ここのいる人たちはみんな津田さんと共に、それと戦っていたりする側面があるわけじゃないですか。うん。うん。うん、なので、そこは、そことして、2023年から2024年にかけて、我々は戦っていくぞっていう確認ができました。よかったです、津田さん。うん。うん、なので、番組は、番組は、エンジェルとかティアーズの話しますか。どうでもいいよ、もう。どうでもいいよ、もう。めんどくせえな。あ、来た。いや、行こう。N ゾー。どうでもいいんだ、メンバーがどうとかさ、ファンがどうとか、うるせえよ。もうどうでもいいよ、めんどくせえよ。めんどくせえっていい。だったらさ、だったらもう X がうまくいってねえんだったら、もうそれはどうでもよくて。じゃあ、ヨシキが好きだったら、ラストロックスターズ見てりゃいいじゃねえか、もし。いやもうね、ほんともうどうでもいいんだよ、うるせえんだよ、どいつもこいつもよ。いや、ラスロックから学ぶべきは、でも、X のうるせえよ、今うまくいってるバンドを応援すりゃいいだろうが、うるせえよ、ガタガタ。今活動してる人たち、今活動してるアーティスト、バンドを、で、もう当たり前じゃないから、それをさ、ありがたがってさ、楽しめばいいじゃん。で、それがうまくいってねえんだったらもうしょうがねえよ。だってそういう本人たちの問題なんだ。俺らがガタガタ言ったってしょうがねえんだよ。そこにガタガタ言ってうるせえんだよ、バカ野郎って話だよ。うん。そこは、だってさ、ヨシキとトシだってもう、幼馴染ですよ、ずっと。俺らが計り知れない頃からの。うん。うん、なんかあったら本人たちでどうにかするでしょ。で、そこに俺らが行ったってどうにもなんねえよ。うん。うん。うん。で、うまくいったらその X をもう最高に応援すりゃいいし。うん。うん。うまくいかねえんだったらもうしょうがねえし。俺らが行ったってうまくいかねえんだもんだって、そんなもん。うん、それだけだと思うすけどね。本当だよね。僕には分かんない。僕には分かんない。分かんない。分かんない。そうなんですよ。分かんないですよ。で、分かんないことを分かったような面してどうこう言ってるやつはもう、ぶん殴りたくなるし、てめえはヨシキなのかトシなのかと、てめえはヒデなのかと言いたくなるし、てめえはそうじゃねえじゃん。じゃあなんで偉そうにボタク並べてんだもんね、やろうって話だし。本当、もうそれだけですね、僕は。俺はね、そういうの大好きやね。本当に。もう本人以外は本人、誰もわかんないのよ。本当そうなんですよ。うん、だそこにガタガタ言ってんじゃねえって話なんですよ。うん、そのガタガタは例えばどういうことなんですか？言われてることは。どれが当てはまるんですかね。いや、その X が、なんかうまく動いてないのにラストロックスターズって新しいのを始めるのはどうなんだ、てめえは責任感がねえのかとか、なんか、なんだろうな、あとは、なんでしょう。そんな詳しく見てないからわかんない。いや、まあ、見ても、あえて聞いたのは別に、本人じゃないのにああだこうだ言ってるのは、まあ僕らも広く言えばそういうことは言ってるわけじゃないですか。まあ、広く言えば。そうですね。だからそこの違いっていうか、うん、多分何らか線引きはあるんだと思うんで、それをね、どこなのかなっていう。いや、まあ、だから俺らも同じっちゃ同じなんだろうけどね、っていう、うん。やろうとしてることに対してネガティブかどうかってことなんだろうなとは自分では思ってますけど、アーティストがやろうとしてることに対して、それを潰すというか、そこに対して、否定的になって、まあ、それを浴びせるみたいな。そうですね。だから、まあ、なんだろうな。そう。本当タクが今言ったようなことだと思いますよ。そういうの。わかった。俺がなんで名盤ラジオが好きかわかったよ。泣けてきたよ。だから名盤ラジオが好きなんだよ。本当に嬉しいね。
泣くなよ。この二人の会話で全部がわかるよね。俺は、なんていうかな、アーティスト本人とかアーティストを守る立場と、両方の立場から、だから名盤ラジオが好きなんだよ。なんか、本当にいいね、今の会話は。だ、僕はその、どっちも否定したくないというか、どっちも応援したいんですよね。好きなんで。うまくいっ今の会話みたいなことできるってすごいよね。本当にすごいよね。自分たちもそうだよねって言って、きっかりと線引きできるって、俺すごいなと思うよ。俺何回聞いてもさ、名盤ラジオがさ、話してるさ、X 回、どこ聞いても何も文句ないのよ。手切るっていうも、あれだけはムカつくけど、まあそれ以外。ああ、まあまあまあ、笑いのために言ったんだけど、笑いのために言ったんだけど、それ以外はもう、それを除けば何もで、なんでこんなのができるんだろうってずっと思ってたんだけど、今の高谷さんの発言聞いて、で、俺がなんで高谷さんと番組やってるのも全部これだよ。こんなに嬉しいことないよね、アーティストからすれば。だから俺感動してんだよな、最近。でも今泣いてんのは、なんかその、やっぱり悔しいからっていうか、俺もそういう風に強くなりたいなぁ。そういう風に強く冷静になりたいんだけど、我慢できなくなっちゃうんだよなぁ。うん。X とか YOSHIKI になるとね。だから学ぶね。学ぶっていうか、本当に感動するっていうか、まあまあまあ、俺は立場が違うか。俺は、まあメンバーを守る立場にいちゃったりとか、自分がアーティスト自身だったりするから、見事にちゃんと高谷さんと場所が違うからなのかもしれないけど。だから、こういう、なんていうか、こういう人がいてくれると、本当になんか安心するっていうか、嬉しい。なんか。どうしよう。もういいや。俺も幸せになった。もういいや。俺も今日話さない。俺、やっぱり嬉しいよ。俺めちゃめちゃ省かれてたけど大丈夫ですよ。ルトさんもセットですよ。あんたも含めてや。あんたも含めてや。何言ってんの、ほんと。だから、なんか、ほんとすげえ思うのは、その、やっぱ、ね、自分が好きなアーティストを立てるのに、他を否定する必要はないじゃないですかっていうのはすごい思うんですよね。本当に嬉しいな。で、やっぱね、この、今の話で言えば、その X というバンドの中の、その、メンバー内のね、確執だったり、何があるかわかんないんですけど。いや、いいんだ。本当にこういう人がいてくれればいいんだよ。うん、嬉しいよ。まあ、個人的にすごく言いたいのは、その、本人たちの間で何があるか分かんないんだけど、我々はなんか両方応援したらいいんじゃないですかねっていうのはなんかすごい思うんですよね。別に、じゃあYOSHIKIを僕は応援するからトシを否定するっていうんでもないし、トシを応援するからYOSHIKIを否定するっていう、なんかそんなことする必要ないんじゃないかなと思うんですけど。いや、本当は、名盤ラジオの3人がいてくれるだけで幸せなの、なんでかと、最初からそれすらないんですよ。ない想定で作る人がただ作るんですよ。それでいいんですよ。孤独だし、茨の道なんですよ。でも、そこにファンがいてくれると、どんだけ助かるかっていうのはあるんだけど、ファンがいてくれれば、僕ら前に進めるんですよ。どんな風が吹いても大丈夫なんですよ。その時に、で、それでいいはずなのになんで名盤ラジオの3人がいるとこれだけ救われるかっていうことは僕は絶対その理由は言いませんけど、やっぱりこういう人がいてくれることがどれだけ大きいか、どれだけ救われるかっていうのが、なんかアーティストとファンとかの関係じゃなくて、なんか人間の問題ですよね。人間というか、その人間の社会というかの根本ですね。こういうような存在が、示す人間の気持ちの意味、気持ちの意味っていうか、なんていうの？何か思うときのあり方みたいなことが、ここにあると思いますね。その答えが。別にそれはなんか、それが正しいとか間違ってるじゃなくて、
こういう存在があることで、どんだけ、どういう状況でも救われるか、かと思いますね。うん。アーティストという場所を、別のことに置き換えても同じなんですよ。やっぱり、一部そういう風な存在がいてくれるから、人はギリギリ生きていけるんだと思うんですよね。俺は、なんか別に音楽家とする前からずっとそういうことを考えて生きてきたから思うんですよね。それだけが救いで人間は生きていけると俺は思うな。うん、どうせ酔っ払いでしょ？酔っ払いが喋ってる。いえ、酔っ払いですね。酔っ払いのクソじじいだね。酔っ払いのクソじじいが喋ってる。そうそう。そうなんだよね。うん、そうですね。まさにそれ。阿川さんどうですか？今の。いや、実際、津田さんの思いはわかる。思いはわかるし、そうだよね。ってなるんだが、だから津田さんが一体誰と戦ったのかながわからない以上、なんかなんとなくそっかなみたいな気がしてるみたいな感じ。でも津田さんが戦うんじゃなくて、ヨシキに向けた悪意に対して津田さんが怒ってる以上、さらに、どうしようかなみたいな感じになりますよね。頭おかしいのかな。このまま皇室の問題に置き換えて同じ話しますよ。政治の話もできますよ。ああ、はいはいはい。もう、ダメですね、これ。まあね、いろいろありますけど、ポジティブに行きたいなって感じですね。うん、そうですね、ポジティブに。本当、本当、そうなんですよ。大賛成。そんなね、ネガティブになんかどうこうしても、結局変わらんし、別に。そう。そんなこと言っても。そうです、ね。本当に好きなものを押せばいいじゃないかと。うん、好きなものを押すのに、魔法を下げる必要はねえということですね。はい。そういうことで。結論です。ですね。はい。じゃあ、そういうことで。今回はね、ちょっと複雑ないろいろな話になりましたが、はい。聞いていただいた方はどう思ったのか、ぜひコメントに残していただければ嬉しいです。もうコメントしないでください。コメント全封鎖しますから、もうこれ。はい。じゃあ、そういうことで、今回の音楽酒場は以上でございます。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。では、ありがとうございました。名盤ラジオ。